今日はアロマティカスの寄せ植えを紹介いたします。アロマティカスは気温20度以上あればどんどん増やすことができます。少し大きくなったら上から3センチぐらいのところでカットします。茎が木質化するまで待つとアロマティカスの特徴である香りが弱くなります。増やす場合は早い目にカットしてください。そうすることで葉が小さくなり、寄せ植えにするととても可愛くなります。葉の取り方は、上の葉を4枚または6枚残し、茎を2センチ程度出すように取ってください。上の葉の間隔が詰まっていれば8枚残しても大丈夫です。土を刺すときに下の葉が土の中に埋まらないように考えながら葉を取ってください。葉が土の中に埋まってしまうと、埋まった葉が腐りやすくなります。葉を取るときは、茎を傷つけないように、上の方に引っ張りながら外しましょう。この作業をしているだけで、部屋中がアロマティカスの香りで包まれています。アロマティカスの香りには、虫除け効果があり、肉厚の葉には抗菌作用もあります。肉や野菜の匂い消しに使われるほか、サラダに入れて食べることもできます。また、ハーブティーやお酒に入れて、爽やかな香りを楽しむこともできます。アロマティカスは、真夏でもこの作業はできますので、どんどん増やしてお友達にプレゼントしましょう。アロマティカスは、夏の高温や強い直射日光にも耐えることができます。ところが、冬の寒さはとても苦手です。最低気温が5度を下回る前に必ず、部屋の中に入れてください。それでは、寄せ植えをしていきます。使うのは、リメイクした硬質素焼き鉢です。リメイク鉢の作り方は、他の動画で紹介しています。まず、土がこぼれないように、底を網を入れます。次に、ヒューガ土の中粒を入れます。次に多肉植物用の土を入れます。水やりで調整できるので、あまり土にこだわる必要はありません。最後にヒューガ土の細粒を入れます。上の土はできるだけ細かな無肥料の土を使いましょう。それでは挿していきましょう。どこから挿しても大丈夫ですが、このように鉢を滑らすように刺すと土がこぼれません。ピンセットは茎や葉を傷つけないように先の丸いものを使いましょう。ピンセットで茎の先端までしっかり挟んでください。土を締めるために水やりをします。水やりは底面給水をします。発根したら活力剤を規定量よりも薄くして底面給水させてください。上の土が少し湿ってきたら完了です。
間経てばこのようにモリモリに可愛く成長します。成長したらしっかり日光浴させましょう。これはサスティといって土の乾き具合を測るものです。慣れるまではこれを使うのもいいかもしれません。灰色が黄色くなってきたら液体肥料を規定量より薄くして底面吸水させてください。このような可愛い鉢に入れるととてもいい感じですね。陶器に穴を開ける方法は次からの動画で紹介します。10秒で陶器に穴を開けることができますので、チャンネル登録していただき、動画をお待ちください。直射日光に当たっている時には、葉っぱに水をかけないようにしてください。発根は葉の元気さと軽く触った時の抵抗感で確認できます。このチャンネルは毎日配信しています。チャンネル登録していただき次の動画をお待ちください。多肉植物の寄せ植えや苔玉の作り方などの園芸情報も発信していますので、そちらの動画もぜひご視聴ください。また明日お会いしましょう。